こんにちは。合格サプリ編集部早稲田大学人間科学部3年の与那覇千沙です。皆さんステイホーム期間、家で勉強することも多いと思うんですけど、リビングだったり自分の部屋だったり、まあ、いろいろ自分で場所を探しながら勉強してると思うんですけど、トイレで勉強してますか？してないんですか？トイレって狭いとか静かで無駄なものが何もない、邪魔が入ってこないっていうのもすごいいいところで、勉強に適したもの全部揃ってるじゃんって感じなんですよ。ということで今日はトイレがおすすめっていうことを伝えたくて、トイレで勉強した方がいいもの3つ紹介したいと思います。まず1つ目、暗記するものです。例えば歴史年表とか元素周期表、漢文の十億形集とか数学の公式とかもですね、覚えなきゃいけないものを一覧にして書いておくんですけど、それをトイレに貼りましょう。正面なり横なり貼ります。他の家族のことはま知らないんですけど、自分がやりたいか貼るんです。入るたびにそれを目にするっていうのが大事なんですね。そういう暗記ものって、じゃあ今日は暗記やるぞってわざわざやるものじゃないと思ってて、私はそれはすごくもったいないと思うんですよ。このトイレって1日何回も入るじゃないですか。人ってだいたい15分から20分ぐらい毎日トイレに入ってるらしいんですよ。この時間をついでに暗記するっていう時間に変えたら、週で考えたらもう2時間ぐらいだし、それ月とか年とか考えてたらすごい時間になるんですよ。これを使わないのは本当にもったいなくて、数を積むっていうのを大事にしましょう。でついでにおすすめなのが、これは私がやってた方法なんですけど、英単語帳を作って、それを私は首からのストラップ状にしてかけて、どこでも持ち歩いて見れるようにしてました。そうすると手が空くので、トイレでも邪魔にならなくてすごいいいんですよ。5、6単語でいいので、ちょっとやるだけでもう絶対覚えられるんですよ。でもそれを積み重ねたらすごい結果になるので、ぜひやってみてください。ということで2つ目、英語のリスニングです。リスニングも暗記物と同じように、机の上で一生懸命やるにはすごくもったいない、ながらでできるんですよ。っていうのでトイレでやるのがすごくおすすめです。トイレに入る前に教材をダウンロードしておいて、それを持ってって、でトイレ入るや否や始める。そうすればセンターのものとか TOEIC とか英検のちょっと短いやつを 2,3 校でも聞けるだけ聞くんですよ。これも集中して聞くっていうよりも、この耳を鳴らすっていう意味で、ちょっとの時間でもできることをぜひ有効活用してほしいなと思います。3つ目、スマホを使った勉強法ですね。たくさん勉強系 YouTuber とかいると思うんですけど、それ見ようと思ったところでインスタ見ちゃったりとか Twitter 見ちゃったり、無駄な動画見ちゃったりして悔しくなっちゃうことってあると思うんですけど、それを避けるためにトイレで見るって決めたら、もう限られた時間内でしかもう見れないので、ダラダラすることがないっていうのでおすすめです。この合格サプリ TV もその中の一つで、10分以内に収まっているのが多いので、ぜひ見てください。もう一個、ネットニュースを読むっていうのも大事で、意外と入試問題に時事ネタ出ること多いんですけど、私もそれ経験したことあって、で、あ、これちゃんと知ってればもうちょっと深く書けたなとか、そういう悔しくなることって多いんです。それを避けるために世間の起こっていることをちょっとでもいいので知ってほしくて、トイレの時間でネットニュースを読むことで、小論文とか面接受ける人は特になんですけど、時事ネタ詳しくなっててほしいなと思います。ということで今日は3つご紹介しました。ぜひ試してください。でもあんまりトイレにこもりすぎても家族の方に心配されちゃったりとかあるので、そこら辺はうまく活用してください。ありがとうございました。今日の授業をおさらいしよう。トイレの限られた時間も勉強に充てることができて、中でもおすすめの勉強法は、壁に暗記事項を貼ったり単語帳を使ってする暗記、リスニング、勉強系 YouTube やネットニュースを見るスマホを使った勉強の3つだったね。こんな風に隙間時間を上手に利用できれば、他の受験生と差をつけられるはずだ。今日の授業は以上だ。お疲れ様。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから、勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。